どうもどうも、お疲れ様でございます。はい。ウェスイス。はい。はじめまして、ひろゆきさん。カップ麺で食べますか？カップ麺食べますよ。カロリー計算するのがすごい楽なんですよ。で、しかも、水分とかね、スープがあるので、お腹いっぱいになりやすい。なんで、俺は5つ食べてます。それってあなたの感想ですよね。あと、乾燥ってダメなの？乾燥ってダメなのかね？こんばんは。ネキ終わっちゃったということでね。大丈夫です。今すぐでもいいですし、メールでもいいんですけど、明日休みますって言って、なんと4連休になりますよ。積み立て NISA をしてるんですが、何を選べばいいのか、全くわかりません。賢い取引をお持ちください。積み立て NISA の、いろんなところに情報があるんですけど、それを読んでもわからなかったっていうことであれば、やめた方がいいと思います。なんで働かないと生きていけないんですかということで、なんと日本では働かなくても生きていけるんですよ。生活保護って言うんですけど、世の中に謝罪しよう。ただ僕は事実を事実のまま伝えていて、それが相手がそれに対してまた反証としてのデータを出していただけるんであれば、おいらも納得するんですけど、知りたいだけなんですけどね、真実を。これは声フォントボイスチェンジャーっていう声フォントさん、AI ひろゆきでおなじみのところの声フォントさんがお作りになっているボイスチェンジャーでございます。つまり、今、つまり、オンにしました。で、こういうふうにしまし喋るた。と、ちょっで、とこういラうふうにグがあっ喋ると、て、ちょっ変と換にラ時グ間ががあっかかるんでて、すけ変ど、換に時間変換がかかされるんでるすけと、ど、今変喋っ換ていされるるひげと、おやじの今声喋っに、ているひげおやじ変の換声されに、たひろゆくの声が変換されたひ流ろれゆる。くの声が流れる。これちょっと面白いんでね、ぜひ皆さんもやってみてください。